皆さんこんにちは。早稲田合格塾より参りました、数学科講師の上岡と申します。今回は、大学入学共通テストの、数学 1A の公表ということで、呼ばれてですね、公表の方させていただければと思いますので、よろしくお願いします。はい。で、2023年の問題に関しましては、2022年と比較しても、まあ、結構やっぱし分量としても少なくなってるし、内容としてもちょっと優しくなってるかなって感じはします。まあ、そしてま、受験生に配慮したって感じですね。配慮したような問題っていう風なものが、ただ出てるような感じはするので、悩むことは少ないかなって感じはしますね。ただ一方で、まあ、大問1とかは結構普通目の問題ですけど、大問2とかになってくると、やっぱし新傾向というか、まあ、いわゆる日常生活に即したような問題っていう風なことで、まあ、設定が相当複雑になってますね。家庭のところで、誰からも文句言われないような過程っていうようなものがたくさんございまして、まあそういうふうなものとかを読み取るっていうふうなことからするとやっぱちょっと時間がかかるかなって感じはしますね。しかし、まあ他の問題の設問とかの分量が少し少ないので、まあそこに時間かかったとしても他のところでちゃんと時間短縮して解いていくことができれば、ある程度は問題に関してもじっくり取り組んで、まあ得点を取っていけるのかなって感じはしますね。それが一応全体像って感じですね。全体像は大体そんな感じになっています。では、設問別の解説に入っていくんですけれども、大問1の1のところですけれども、まず赤の絵までは、まあ、すんなりと埋まるところではありますが、まあ、その後の、複雑な絶対数のところですね、おからくのところですけれども、まあ、1引くルート3から、C 引く2枚かな、まあ、そこの部分を塊と見てあげて解かなきゃいけないっていうふうなことが、まあ、ちょっと、なんか最初気づきにくいところもあるかなって感じはしますね。下手に展開し始めると大変なことになりそうな感じがします。まあ、とりあえず、まあ、それでおからくまでが埋まるって感じになりまして、で最後のケトコの部分に関しては、1、2、3展開してうまく比較していけばできるって感じなんで、まあ、標準的な難易度かなって感じはしますね。次、大問1の2番目のところですね。参加費に関する問題です。で、初めの方に関しましては、まあ、円がございまして、まあ、参加費の基礎的な内容を、まあ、ポチュン1は解いているって感じですね。で、2番目に関しては、ちょっと最終的に三角形の面積は最大の瞬間を考えなきゃいけないっていうふうなことで、多少図形的な考察が必要になってくる部分はあったりするんで、丁寧に絵を描いて、まあ、状況を把握していただければいいのかなって感じはしますね。まあ、難しいんではないですよ。やっぱ簡単ではないかな。すとせとそのところが関してはそんな感触がございます。で、続けて、大問1の2の括弧にですけれども、大問1の2の括弧にね、すげえプラスですけど、まあ、こんな感じのところに行くわけなんですけど、今度これが空間になってきたっていうふうなことが次の設問になっていますね。まあ、初めのうちに関しましては、まあ、高田とまでかなに関しては、面積ただ求めてっていう風な話なんで、いつもあるような問題って感じですが、まあ、途中から空間認識能力がちょっと問われるような問題になってくるんで、まあ、ここも丁寧に絵を描いてあげて、どういう状況で体積が最大なのかっていう風なことを適切に考察していかなきゃいけないって感じになりますね。最後2から刃の部分に関しましては、まあ、誘導とか特になく体積を求めなさいって感じになっているんで、まあ、求めるものは高さですけれども、まあ、意外とやっぱ高さを求めるっていう風な感じでも、まあ、ちょっと図形的な性質とかをいくつか利用しながら計算していかなきゃいけないことを考えると、まあ、少し難しいところになってくるのかなって感触がございます。はい。で、これで一応大問1の解説は以上で、次大問2に移っていきたいと思います。はい。で、大問2なんですけれども、大問2に関しては、初めにデータの分析が来たって感じですね。なんか、初め2次関数が去年だったですけども、今年に関しては初めにデータの分析が来てるって感じです。まあ、ただ、まあ、去年の、なんか、発狂した問題と比較すると圧倒的に簡単で、まあ、データの分析に関する基本的な知識を問うような問題になっていて、まあ、去年とかだったらなんか、視力検査、データの分析の知識以外のところっていうんですかね。なんか、細かい計算をしなきゃいけないとか、まあ、そういう風な感じのところとかで、まあ、すごい、なんか、時間を取られたりしてしまう部分があったりしてですね、まあ、あんましいい問題とは正直言えなかったと思うんですけど、まあ、今年に関しては、まあ、数学の内容を聞くっていう風な観点からすると、まあ、やっぱし、まあ、適切な分量なのかなって感じはしますね。まあ、でもちょっとやや簡単めな感じは多少ありますが、まあ、とりあえず1番から、まあ、触れていきたいと思いますね。で、1番に関しては、まあ、カッコ1は本当に基本的な内容をただ聞いてるだけって感じですね。で、カッコ2番の絵のところに関しましても、ちゃんと一つずつ読み取っていけばできるなって感じはします。で、2番、カッコ2のポッチの2ですかね。ポッチの2に関しましては、まあ、おのところに関しては、まあ、分散の定義聞かれているって感じになりますけど、まあ、分散の定義っていうふうなことをちゃんとまあ知ってるのか、まあ、これもちゃんと答えてほしい問題にはなりますけれども、まあ、ちゃんとこうやって定義を問うような問題とかも一応存在はしているって感じになりますね。で、3番に関しては、相関係数を計算させるような問題ですけれども、まあ、でも去年のね、散布図の部分とか、見慣れてればですね、なんか結構外れ値が2つありますから、まあ、だいぶ相関係数は低いってことは、まあ、想定できて、選択式だったらもしかしたらね、まあ、当てはまる子いるんじゃないかな。0から9だから、もう 0.3 なのか 0.5 ぐらいしか、まあ、選択肢なくねみたいな感じで、なんか思う子もいるんですが、まあ、ただま、そんなことはさておき、まあ、今回に関しては、まあ、下の部分の左下の表ですね。平均分散標準偏差共分散すべて与えられていますから、もうただ定義に従って、まあ相関係数は本当に計算してくれればいい。まあそういう風な感じの問題ですし、まあしかも選択肢も 0.2 刻みぐらいにはなっていますから、まあなんか適当に標準偏差どっちも600だと思って、共分散12万だと思って計算していただいても大体当てることはできたりするんで、まあ概算で計算してもそんな問題はないかなって感じは正直してしまうような問題です。なんで、まあ本当にデータの分析の知識はちゃんと知ってますか？それに対して答えられますか？っていう風な問題になっているかなって感じはしています。大問2の2番目の
説明に入りますね。で、大森の2番目が、まあ、いわゆる日常生活に即した問題みたいになってて、太郎さんと花子さんがシュート打ってるみたいな感じになっています。これ、さっきネットで調べたんですけども、ゴールの高さは3メーター5センチらしいんですね。まあ、それとちゃんと4カーマさんを合わせていると。で、成人男性かどうかはわかりませんが、プロかもしれませんね。プロの選手がシュートしたら、まあ、大体まあ3メーターぐらいになるってことはある程度あるんで、なんかうまくちゃんと設定されてるんだな、みたいなことを感じましたね。まあ、そんなことは試験本番考えることないですよね、でもね。なんで、でも意外となんかそう見ると、なんかゴールって低い。意外とゴールってなんか3メーターって見て、手離す位置も3メーターって考えると、なんか意外と低いような、まあ、印象を受けるんですが、まあ、それはさておき、まあ、一応仮定が長々と書いてあるって感じですね。で、この辺の仮定に関しては、ま、軽く読み飛ばして、一番のところで何が必要なのかっていうふうなことをちゃんと、まあ、読み取っていくってことがいいのかなって感じはします。で、一番は、まあ、放物線 C1 の方程式出しなさいって話なんで、もうただ単に出せばいいだけなんですね。で、シュートの高さに関しては、シュートの高さの定義を上から読み取れば、頂点の Y 座標と書いてあるんで、そこの部分を、まあ、結構埋めるって感じになりますね。で、続けてこれ、花子さんの放物線がこの形になってて、そこから読み取れることをただ、選択肢として選んでいけばいいって感じになりますね。まあ、なんか数値に注目して考えていけば、まあ、なんか当てはまる番号ってのはあるんでしょう。次は括弧2の解説の方に入りますが、まあ、2番目のところが、ま、設定が相当複雑になってて、やっぱしやりにくい感じはしますね。で、実際なんか、円が放物線と接するみたいな感じのこととかを実際は考えなきゃいけないけど、その文面では、そうじゃなくて違ったところを少し見てみようっていう風な感じになっているんで、まあ、その違ったところを少し見ていきたいっていう風なことが問題文になってますね。まあ、ただやっぱしなかなか数学1の中だと解決するのが大変な部分っていう風なものを数値として与えていたりするんで、まあ、そこの部分をちゃんと読み取れないとなかなか取り掛かりもしにくいし、まあ、実際 C1 の方程式とか求めるときとかには、まあ、ちょっと計算とか 3.8 とか普通に当てはめたりすると計算量は多くなってしまうんで、そこら辺の工夫とかが必要なのかなって感じはしてきますね。なんで、まあ、とりあえず、まあ、C 数整数のところに移るわけなんですけれども、まあ、そこの部分に関しましては、まあ、AD 間が15分のルート3であることを考えて、D の座標を表現すると。まあ、その状況で、X が 3.8 の時に、まあ、D の座標が、まあ、D の Y 座標か。まあ、そこの部分がいくつか出るっていうふうな話になるから、まあ、それでなんとか話し進めることが現状できるって感じになりますね。で、花子さんのシュートの高さに関しましては約 3.4 っていうふうに求められると書いてあるんで、まあ、そこの部分から太郎のシュートの高さっていうふうなものを考えてあげて比較していけばボールの差が出てくるって感じなんで、まあ、1個分の差だと。まあ、1個分だったらま、確かになんとなくわからなくもないかなって感じはするんですけど、まあ、1個分の差というのが、ま、結局わかるというふうなことが最後の回答になってきます。で、まあ、カッコ2番みたいな感じの問題とかで、まあ、実際僕が解くときになる。やっぱし、まあ、問題の設定の過程とかは、まともに読んでるかって言ったら、まあ、多少読んでる一方で、そんなまともに読み込んではいないような、なんか微妙な塩梅かなって感じはしますね。やっぱざっと読んでから、戻ってって、まあ、なんか設問に必要な情報を探っていくって感じになりますね。ただ、まあ、そんなこと言ってますけど、まあ、僕は正直言うと、カッコ2番かな。カッコ2番のシュートの高さを読むときに関しては、もう全然よくわかんなかったから、もう全部ちゃんと真面目に読みましたね。全部真面目に読んで、まあ、それで結局 C1 のところで、放物線を考えるんじゃなくて、まあ、直線を考えていって、まあ、D を通るか否かみたいなことを適切に考えればいいんだってことに気づいたんですけど、まあ、そこの部分っていうふうなことは、まあ、なんか僕は正直ね、ここはちゃんと読んだかなって感じがしますね。では、選択問題の方に移りますね。で、選択問題3から5まであるんですけど、まあ、4がちょっと難しいですね。まあ、去年は先生明らかに難しかったんで、あれですけど、まあ、でもこの3台で比較するんだったら、3番、4番、5番だし、僕はま、4番が一番やりにくかったなって感じはしますね。まあ、とりあえず倍の数からいきましょうか。で、3番目の問題に関してですけれども、3番目の問題は本当に塗り方を考えていくって感じになりますね。これに関してはもう本当に赤から毛ぐらいまではただ塗っていけばいいって感じになるので、まあ、塗り方を一個ずつ考えていきましょうってことになってきます。で、5番のところだって過去5番かな？過去5番のあたりからが、まあ、ちょっと誘導に乗って頑張りましょうっていうふうなことで、適切に誘導に乗って戦ってほしいって話になるんですが、まあ、2D において、まあ、この塗り方ですね、1,2,3,4 と循環するような塗り方みたいなものを考えていくっていうふうな話がありまして、で、ここの部分どうするんだって話になっているんですが、そこに書いてある通りですね、今までやってきたパターンが邪魔だからカウントできるから、まあ、そこを省いていくっていうふうに考えてやっていこうっていうのがうまい作戦になってきますね。まあ、これもちょっと面白い誘導になってまして、まあ、うまく倍の数を求めることになります。でその誘導を利用し6番やるみたいな感じになっているんで、誘導を利用してやっていただくっていうふうなことで、まあ、計算すればいいから、まあ、なんかちょっと面白い5番か6番の誘導かなって感じは、まあ、していますね。2Bとかまで行けば全化式とか立ちそうですけどね。なんか全化式立てる問題とか、ありそうですよね。なんか、お茶所かな？お茶所あたりで見たことある気がしますけど、まあ、そんな感じで、一応、3番ね、やることができるって感じですね。で、4番目の問題ですけど、4番目に関しては、タイルを敷き詰める系の問題になっていますね。で、タイル敷き詰める系の問題ですけれども、まあ、聞いてることにちゃんと答えてくれれば、まずはいいって感じです。で、初めの後いに関しては、最大の素数なんだよね。なんで、そこの部分で、なんか22って答えたいところだけを11を答えなきゃいけないっていうのが分かりにくい部分ではあると思いますね。で、赤い長方形並べて作ることができる正方形のうち、辺の長さが最小であるものがどうのこうのみたいな感じのことを、あとは、なんか最小公倍数求めて、まあ、地道に
やっていくって感じになってくると思います。で、最後、傾向差し、まあ、いわゆる一次不定方程式の解法っていうものをしていかなきゃいけないって感じになるんで、まあ、そこの部分で例年通り一次不定方程式立てて解いていくって感じになりますね。まあ、その際にも一応最大公約数が分かっているっていうふうなことは結構でかいので、最大公約数が分かっているというのはでかいので、まあ、最大公約数である、まあ、22っていうふうなもので割ってあげると結構簡単な不定方程式ができるから、まあ、それをなんか、ユークリッドの誤助法とかそういう解を見つける工夫とかせずに、まあ、求めていくって感じになってきますね。で、過去2番に関しましての話ですけれども、まあ、2番目に関しましても、まあ、赤と青の態度が新しく入ってきて、まあ、それで並べていくって感じになるんですが、まあ、初めの数整数に関しましては結構埋めやすいかなって感じがしてきますね。で、そして、まあ、他の地に関しては今までの説問が読めてなくても一応ここの部分解けるし、なんかまあ、数整数がちゃんと答えられてば、まあ、通定と何に関しては簡単に答える。まあ、一応なんか全然題材とは関係ないような説問になっています。で、最後、ニーヌーネーノの部分が、まあ、ちょっと難しいかなって感じは正直してて、まあ、ここが難しいから、まあ、他の説問と比較すると難しいって感じの色合いはあるかな。で、この2からの、の部分ですけれども、これに関しては、まあ、2310の倍数じゃなきゃいけないって感じのことがわかるんで、横と縦合わせて、2310の倍数みたいな等式を立てて、ホワイトボード使おう。これぐらいでいいかな。これぐらいでいいでしょ、多分。はい。で、ここの部分、まあ、こういう風な感じで、まあ、横が、横に赤が XY かな。青が Y 枚みたいな感じにして、まあ、それで、で、結局2310の倍数なんだけいけないから、462X プラス 363Y イコール、2310L みたいな等式を立てると。で、それをまあ、33で割り算すれば、10X プラス 11Y イコール 70L になって、で、この 70L の70が14の倍数だから、まあ、うまく14のところに取り込んじゃえばいいみたいな感じですね。ちょっと、大丈夫かな ?14×X-5L プラス 11Y イコール0にすれば、それぞれ、X-5L 側と Y 側が、なんか11とか14K とかそんな感じかけて、まあ、やっていけば、なんか両方とも正のパターンに関しては結構簡単に導けるのかなって感じはしますね。ただまあ僕一番初めやった時に、まあ、それに L に1、2、3って当てはめてって、まあ、該当する自然数の組ないかなって全部探してですね。まあ、それでまあ解いてしまった記憶はありますけど、そこなに工夫とかすることもなく、まあ、僕は正直細かくやってた、みたいな感じですね。ってことで、4の括弧にも終了。そして最後、大文語ですね。これ大文語、お絵描きですね、お絵描き。はい、円王に対して図の手順1で作図を行って書いてますけど、まあ、これ混沌図手順をちゃんと読んでくれれば、いい問題って、設定の流れはすごいいいんだけど、これだけ読めれば、まあ、本当になんか一個ずつ穴埋まっちゃうと思うんだよね。読めて、絵描ければ、まあ、全部穴埋まって、極論、ある程度は穴埋まって、10点ぐらい取れちゃいそうな問題にはなってるような気はするんですよね。それをまあ、良しとするか、悪しとするか、なんとも言えませんけど、本当に適切に絵を描いていただいて、ある程度分かること、まとめると、ただそれこそ同一円周上にあることっていうふうなことが書いてあるけど、同一円周上っていうふうに言うんだったら、まあ、結局なんか円綺麗に書いて、で、それに乗ってる点探して、当てはまるもの、多分、うとかに関しては埋まるみたいな感じのこととかも一応できちゃったりはする問題なんだよね。まあ、そこの部分をどう評価するかっていうと怪しいところはありますが、ただま、流れとしてはま、すごい良い問題にはなってますね。OK。で、まあ、第5問の構想ですよ。構想通りやっていくって感じで、初めは証明をしていけばいいってことになりますね。まあ、ただま、ちょっとやっぱし、尾のところは気づきづらいかもしれませんね。尾のところが FOG と同じ角探しなさいで、うまく、円周上にあるからとは書いてあるけど、なかなかその円周角と中心角の関係から、まあ、攻めていくっていうのはちょっと分かりにくい部分かなって感じはしていますね。で、過去2番ですね。で、2番目の部分に関しましては、まあ、さっきの話をちょっと違った手順でやりましょうって話ですが、まあ、ただ、結局さっきの性質は一部使える部分は多かったりするから、まあ、そこの部分うまく使いながらやっていきましょうってことで、キー空傾向差。で、空傾向に関しては、まあ、直角が出てくるんで直径が大きいって分かってるから、まあ、3分の6、ルート6の半分だし、まあ、RT に関しましては、TS と多分同じになるはずなんで、TS と同じ長さだっていうふうなことを考えてね、まあ、接線になってることは前半戦で多分大体同じような感じで説明できるんで、まあ、それから TS 感求めるって感じですが、まあ、TS 感もこれ正直見た目で入りますね。3ルート6が大体 7.2。で、TS 感がそれよりちょっと短いぐらいだから、まあ、7か6ぐらいは想定できるんで、3のところも見た目で7ぐらいで埋まるのかなって感じは正直しますね。はい。ということで、一応第5問まで解説させていただきまして、まあ、全体を通してですけど、まあ、少なくとも受験者の出来を振り分ける試験としては、まあ、結構適切なレベルに正直なっていると思いますね。なんで、まあ、そういう言い方は悪いですけども、やっぱ得点があんまし取れないっていう風な感じだったりすると、まあ、数学的な力として抜けてる部分は正直あると思いますね。まあ、今の高3でもそうですし、今の高2でもそうですし、まあ、今の高3だったら、まあ、今後二次試験に向けて勉強しなきゃいけない子たちは、まあ、なんか抜けてる部分があるなっていう風に思うんだったら、まあ、そこの部分はしっかりと勉強しなきゃいけないし、まあ、今の高2に関しても、まあ、ちょっと複雑な文章設定っていうのはあるけれども、まあ、極端にやっぱ得点が低いって感じだったら、まあ、数学の基礎基本が抜けているから、やっぱそこの部分に関してはしっかりと勉強していかなきゃいけないと思いますから、まあ、そこの部分ぜひね、頑張っていただければと思います。はい、では、これで共通テストの数学1の講評を以上にしたいと思います。お疲れ様でした。